それでは今日のハイライトをご覧いただきましょう。カープの先発は薮田でした。その薮田が1回の裏いきなり先頭の江越に初球をレフトスタンドに運ばれます。タイガースの先頭打者ホームラン、しかも初球でした。まずはこれでタイガースが1点を先制します。この後荒木ロハスとフォアボール、いずれもストレートのフォアボールでノーアウトランナー一塁二塁。バッターボックスに4番の井上です。大きな当たりは左中間を破っていきます。この左中間へのツーベースヒットで荒木ロハスと2人のランナーが帰って3対0とリードを広げます。さらにこの回高寺のセカンドゴロの間に1点を取って、このワンアウト満塁という場面です。ここでこの高いバウンドのセカンドゴロ、これで三塁ランナーがホームに帰って1点を追加。1回の裏いきなり4点をタイガースが奪います。さらに2回の裏です。この回も先頭の荒木ライトへのホームラン、これで5対0。1回に続きこの2回も先頭バッターの荒木がホームランで得点を奪いました。カープの反撃は3回の表です。タイガース先発の牧からランナー1人を置いて宇草の右中間へのタイムリースリーベースヒット、これで1点を返します。さらにランナーが三塁に進んでこのワイルドピッチ、これで三塁ランナーがホームに帰ってきます。5対2と3点差に詰め寄ります。しかし直後の3回の裏、ヒットとフォアボールでツーアウトランナー満塁とチャンスを作ったタイガース、ここで打席には1回にも2点タイムリーを打っている井上、センターの前に落ちるタイムリーヒット、これでランナー2人が帰って7対2と大きくリードします。井上は今日は3安打4打点の大活躍。そしてこの後は両チームのリリーフピッチャーが踏ん張りました。最後は9回の表、タイガースは5人目のピッチャー小林がこの9回ランナー1人を許しましたが最後は三振で締めました。7対2とタイガースが勝ってこのカード3連勝を決めたゲームということになりました。タイガースはなんといっても今日は上位打線が活躍しました。江越が3安打。